はい、皆さんこんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの片山と言います。今日はRDF コンフィグの使い方を紹介していきたいと思います。じゃあ画面共有します。で今全画面できますね。はい、でプレゼンテーション開始。はい、それで、DBCLS ではいろんなデータを RDF 化して、スパークル検索して、それを API 化して、で、可視化コンポーネントに、ビジュアライズして、それを組み合わせてアプリケーションを作るといった、さまざまな、サポートツールとかミドルウェアとかを開発してきました。で、もう、スパークルを書く部分とか、RDF のデータがどういう形をしているのかっていうことを把握する部分が結構、ハードルが高くて、せっかく統合可能な RDF データになっているものが十分に利活用されていないような現状があります。そこをサポートするために、RDF コンフィグっていうツールを作ってきています。で、これを使うとですね、RDF データがどういうふうに作られているかっていうことと、それから欲しいところを選ぶと、それを取るためのスパークルクエリを自動生成する。それから可視化コンポーネントである統合スタンズを自動生成するっていったことができるようになります。はい。で、今まで大変だった部分っていうのは、元データを集めてきて、で、それを RDF 化していくためのコンバータを作るっていう部分と、その時にまだ世の中にないオントロジーは作らざるを得ないっていう部分があります。で、ここは変わりません。皆さん頑張ってください。だけど、RDF ができてるけど、人が作った RDF なかなか解読するのが大変で、それ用のスパークルを書くところも大変。それから、人が RDF データを理解しやすくするために RDF スキーマ図を書いてくださいということを NBDC の RDF ポータルではガイドラインとしてお勧めしていますが、それを手で書くのもすごく大変でした。で、絵の生成を自動化したい、スパークの生成を自動化したい、なんなら、統合スタンザみたいなウェブアプリケーションのコンポーネントを作っていく部分も自動化したいっていうところを、狙ったのが RDF コンフィグになります。はい。で、RDF グラフデータのデータモデルは RDF を作った人にしか結構わからないものなので、作った人が、こういう設定になってますよっていうことを公開してくれると、他の人はすごく簡単に使えるようになるんじゃないかと。で、こう設定ファイルさえうまく書いておけば、今、前のスライドで説明したような内容ですね。スキーマ図の生成とか、スパークの生成とか、グラフ QL 用の設定とか、統合スタンダードの生成とかが自動化できそうだということです。で、GitHub でこのツールは公開してます。ここをクリックすると、このようなページが出てきますが、ここのコードのところを選んで、Git クローンしてください。よいしょ。でまだですね、インストーラーとか作ってないものなので、このディレクトリーの中に移動して、bin の下にコマンドがあって、config の下に今まで作ってきたいくつかのデータベース用の設定ファイルがあるんですけど、それを、参照するために、あとそうか、lib の下に Ruby のライブラリーが入っています。これらを読み込ませるために、パスの設定と RubyLib の設定が必要です。これはこのドキュメントのここに書いてあるので、インストーラーができるまでの間はこれでやってください。で、スライドに戻ると、よいしょ。まずですね、どんなことができるかっていうのをやってみようと思います。モデル図ですね。で、今回RefX を3、例として使おうと思いますが、RefX っていうのは、小野さんが作られている、発言データのデータベースですが、NBDC の RDF ポータルに行って、どこだ？これか。ここにあります。で、ここにあるスキーマ図とか、ここにあるスパークルみたいなものが、自動生成できるといいなということを狙って今から作業していこうと思います。で、まず最初にやってもらう必要があるのは、config の中にディレクトリ、データベース名のディレクトリを作って、その中にいくつか YAML ファイルを書きます。で、一番大事なのはこの model.yaml っていうファイルで、
FX エントリーっていうエントリーに、DCT アイデンティファイヤーで ID がついてたり、COL 層で他のリソースへのリンクがついていたりします。それから1個のエントリーには複数のサンプルがぶら下がっています。でサンプルは、ここはネストしてこっち側に来ますね。サンプルとして、例えばこういう URL が来るんですけど、それにはまた別の ID がついていて、他にも生物種だったり、年齢だったり、っていうようないろんな属性がついていますよっていうことをネストした形で YAML で書く。そうするとですね、一応今のファイルとあんまり見た目は変わらないですが、bin の rtf コンフィグで今のコンフィグファイルを見込みます。でセンベロっていうモードがあって、これが動けば書いた YAML ファイルが文法的に間違ってないことがわかります。それで、このオプションセンベロを S スキーマに変えると、SVG ファイルが測れます。で、できたファイルはこれですね。で、これを開くには、例えばサファリで、買ってあげると、あれ開かないか、開かないですね。どうするんだ、ちょっとこれ、こういう形で生成された、データモデルのスキーマ図が書けます。今までこれをマウスで一生懸命書いてもらってたんですけど、ここが、はい、あれなんで、あ、すごく遅れてるんだ。出ましたね。はい。こういう図を、自動生成一瞬でできるようになったので、登録するときにこの絵を手で描くっていう労力からだいぶ解放されると思います。画面の表示が遅いんですね。はい。それで、あとで、このモデルファイルがどうなっているかっていうのをもう少し詳しく見ていこうと思いますけど、もう一つ、スパークルの生成ですね。ここまでやりました。で、今度、スパークル YAML ファイルというのが、コンフィグの FX の中にあって、で、これはさっきのモデルファイルの中にあった変数名をずらーっと並べれば、これを全部取ってくるスパークルを自動生成するっていう仕組みになっています。ちょっと先に実例を見ましょう。そうすると、取りたいって言ってた変数がこのセレクト文のところに来て、それが取れるスパークルクエリが、おぉ、そこ遅いのか。来てますね。はい。ここに自動的に生成されます。で、これをスパークルエンドポイントをですね、開いて、で、出来上がったこのスパークルをペコッと貼って実行すると結果が得られます。ということで一応ちゃんと動くスパークルが生成できます。で、これをもとに、ポータルの下の方にスパークルで載ってますけど、例えば、これをこうやってズームしたら、見せないのかな？ありませんね。ここら辺なんですけど、年齢が55歳以上でとかいうような条件をちょっと書き足すだけで、まあ、実用的なクエリを作ることができるはずです。じゃあそこまでちょっとスライドでおさらいしていきますが、まずセンベロ機能で画面の中で設定ファイルがちゃんと動いているかっていうことを確認します。で、問題なければスキーマ図を生成して、これをパーシャパさんに送れば MVDC のポータルに登録してもらえると。で、活用するためには、スパークルで欲しい変数名を列挙すると、自動的にスパークルが生成されるので、これを叩き台としてアプリケーションを作っていきます。で、あともう一つ、出来上がったスパークルが動くことも確認しました。と統合スタンザを自動生成することができます。これ事前に統合スタンザを作るためのコマンドはインストールしておく必要はありますけど、ここに、オプションスタンザを作って、
付けて、スタンドの名前を指定すると、自動生成されます。で、ここではね、ちょっとレフ X じゃなくてヒントの例になってるんですけども、これをやってみましょうか。ビンの RDF コンフィグの、で、この何のスタンド名が書けるかっていうと、コンフィグヒントの中にスタンド YAML というのがあって、ここで、今、ヒントペアっていうスタンザが、定義されているので、この名前を、指定します。スタンザができたので、これを見るためには、スタンザ JavaScript の TS ディレクトリに移動して、TS サーバーを実行し、で、ここを開くと、はい。今自動生成されたスタンザがここにあります。で、まあちょっとお化粧は全然できてないですけど、一応相互作用するタンパク質のペアがずっと列挙されるようなスタンザができています。で、これ JavaScript 版で、もう一個オプションがあって、スタンザ Ruby 版っていうちょっとレガシーなバージョンも生成できるようになっています。ここ、RB かな。で、すみません。この2つ上、はい。Ruby Gems を入れ直さないといけない。そうか、これこの前 Ruby のバージョンアップしたからですね。飛ばしましょうか。すみません。できるはずです。インストールがちゃんとできてなかったですね。はい。で、Ruby 版の場合は、昔の画面ですけど、右側にあるようなスタンザが生成されます。はい。で、設定ファイルの説明を、じゃあ順番にちょっとしていきます。まず、皆さんが自分が RDF 化したもののデータセットごとに、これだけのファイルを最大作ってもらいます。最初に作らなければいけない、一番大事なのが、モデル YAML ファイルで、で、全部 URL だと長いので、プレフィックスを定義した方がいいから、プレフィックス YAML のファイルの中に、モデルとか、スパークルで使うときのプレフィックスを定義しておきます。であと、どのエンドポイントに出来上がったスパークルを投げることができるのかっていうのをまたエンドポイント YAML に書いて、で、あとはオプショナルですけど、スパークル YAML とかスタンザ YAML とかを準備しておけば、スパークルの自動生成、スタンザの自動生成ができるようになります。で、それぞれ複数のスパークルを生成するようにできますし、複数のスタンザを同じデータから作るようにもできるようになっています。で、モデルファイルが一番大事なんですけれども、概念としては、グラフがぐちゃぐちゃってなってるんじゃなくて、その中で一番主要な概念をまず一つで持ってきます。例えばユニプロットだったらユニプロットエントリー、タンパク質だと思うんですけど、そういうものがあって、それにはどういう属性値がぶら下がっています。で、さらに、そこから先リンクされている主要なオブジェクトがあって、そこにはどういう属性子がぶら下がっていますっていうことを書いていきます。で、RefX の場合だと、これはね、ズームできないのはちょっと辛いですね。RefX エントリーっていうのが1個あって、そこにいろんな属性がありますよ。RefX エントリーからは RefX サンプルがぶら下がっていて、RefX サンプルにはいろんな属性があります。で、一番下のサンプルリファレンスっていうところには空白ノードを挟んで、またいろんな属性がぶら下がっていますってことを書きます。で、ここで一番大事なポイントは、S、主語、述語、目的語の目的語に全部変数名をつけてくださいっていうところです。これがあるので、スパークルを見たときも分かりやすいし、その名前を使ってスタンザのラベルがつくわけですね。で、今までの開発では、ここはスパークルを書く人が毎回毎回適当に変数名を思いついてたと思うんですけど、これは一つポイントだと思います。で、あとは、主語には必ず型をつけておくのが望ましいです。で、だから元のデータについてなかったら、そもそも元のデータを見直した方が良い。で、あと、オプショナルな機能として、この変数名というか、プロパティですね。プロパティに、プラスとか、アスタリスクとかつけることができて、これはこの属性は1回以上出現します。もしくは0回以上複数回出現する可能性があります。もしくは、あるかないか、0か1かっていう3通りの、
就職紙をつけることができるようになっていて、これがあるかどうかで生成されるスパークルにオプショナル句を入れるかどうかが決まります。で、ここに目的語の値のところに例を書きます。具体的には右側のレフ X の例で言うと、この数字が入ってたり、ID が入ってたりしますよね。で、これのデータ型を見て、型推論するようになっています。はい。次、出来上がったモデルをベースに、今度スパークルを生成するための定義ファイル、sparkle.yaml ですけど、さっき、目的語に全部変数名をつけましたよね。だからこの中から取り出したい変数名を列挙するだけでいいっていうのがコンセプトです。で、クエリに名前つけて、で、一応説明があった方がいいので説明書いて、バリアブルズっていうところに取り出したい変数名をずらーっと列挙するだけで終わります。これをしておくと、そこだけをセレクトしてくるようなスパークルを生成するということになります。で、スタンザで使うクエリも、また別途作りたいと思うんですよね。だからスタンザ用のクエリをまた別に作っておいて、統合スタンザではこっちのクエリを使って取られたデータを表示しますっていうような定義の仕方ができるようになっています。はい。ということで、これまでとこれからでだいぶ楽になったポイントとしては、RDF のスパークルを自動生成できるようになりましたっていうことと、スキーマ図を書く手間がなくなりましたっていうことと、いくつかのアプリケーションが自動的に生成できるので、それを叩き台にしてモディファイしていけばいいですよねっていうところまでは今来てます。で、今後の開発予定としては、RDF データそのもののバリデーションを SHEX とか SHACL とかいう標準があるんですけど、そこら辺を使ってやれるようにしたいなとは思っています。はい。で、あと、そうですね、複数のデータベースを組み合わせてクエリを書きたいとかいう部分もが多分今から一番面白いところだと思うんですけど、そこに関してはまだあんまりできてないし、どういう仕様にすればいいかはちょっと皆さんと相談したいと。で、スパークリストの生成はまだできてないですけど、グラフ QL でスパークルを叩くグラスプっていうアプリケーションを浦島さんに作成してもらっていて、それの設定ファイルは先週生成できるようになりました。というとこですね。で、あと、スタンザを今回自動生成しましたけど、メタスタンザをたくさん作っておいて、表を表示します、棒グラフを表示します、チャートを表示しますみたいなやつをたくさん準備しておけば、メタスタンザ名を指定するだけでいいんじゃないかという気もしていて、ここら辺はちょっとまだ発展途上ですけど、今後良くなっていくことを期待しています。はい。で、ちょっと今紹介したグラスプですけど、これもせっかくスライドがあるのでお話しすると、グラフデータを JSON 的に検索するような API。どうやって説明すればいいんだろう。今まではデータベースの API が get 何々 by ID とかいっぱい作ってないといけなくて、それがプロバイダーから提供されてなかったら、どうしようもなかったわけですね。だけどデータベースのエントリーが全部取れるような、グラフ QL の中で欲しいとこだけ指定して取ってくるっていう、すごい柔軟な API。一つ作っておけば何でも対応できるような API を提供できるものが、グラフ QL っていうものになるかと思います。で、普通これはスパークルを使うとは限らない、ジェネリックな技術なんですけど、グラスプを使うとスパークルエンドポイントに対してグラフ QL の文法で、クエリを書くことができるので、スパークルを一言も喋りたくないけど、ウェブアプリケーションを作りたいっていうデザイナーさんとかエンジニアさんにすごく便利なんじゃないかなと思います。で、一個あれば欲しい組み合わせの変数だけ取ってくるっていうのが全部サポートされるわけですから、まあそういう意味ではすごい便利かなと思います。これも GitHub で公開していますので、ぜひお試しください。で、RDF コンフィグで、引数、オプションにグラスプってつけると、グラスプの設定ファイルができるようになっているので、ちょっと、目の前で今、チュートリアルできるほど僕慣れてませんけど、この後時間、興味ある人は、ぜひ時間を取って、もうこのデータセットの RDF コンフィグを作ったので、グラスプ試したいんだけどって聞いてくだされば、ハンズオンでサポートしたいと思います。はい。んで、そうですね。で、これスライド公開しているので、興味ある人は見てください。で、この後、森谷さんに RDF コンフィグを GUI でもうちょっと簡単に作る方法を紹介してもらいます。で、最終的には、
メタスタンザを作るところも本当は皆さんと情報共有したいんですよね。でスタンザってもう2013年ぐらいから作ってきてますけど、バージョン1が Ruby で作られてて、今皆さんがメインで使われている JavaScript 版は Go で作られてたのを今年 Node.js で浦島さんの方で開発し直してもらっていて、今までの技術の蓄積と、こうなったらいいねっていうアドバンストな機能を今作り込んでいるところです。